どうかしましたか、竹書房彦摩呂様。出ておじゃれ。出ておじゃれ。奥下が柳生新陰流。姿は隠しても、姿は隠しても獣は匂いでわかりますぞ。ポプテピピック。自分で探すってことできねえのかよ。ポプ。ここにいる皆さんは重要参考人です。いいんですか、ヒグレだってよ。いいんですか、捜査にご協力。あの警部、ヒグレだってよ。怖い話を捕まえてくれ。私どもの旅館でこんな恐ろしい事件が起こるなんて。分かった、犯人お前やろ。真実を追い問う。違います。あたしたち仕事じゃここまでかしらね。私はやっちゃう。え、なんで聞いたのは一緒に調査します。そうね、ありがとう、おっちゃん。さっきまでどうしようみたい。はい。あの、これを言わせましょう。今日は気に入る。的にですよね。そういえば、死んだ。ああ、そういうことね。完全に理解した。報告だ。あなた、ちょっと小五郎によ。店の子たち、みんなの思いこもったこの旅行も殺人犯のおかげで台無しよ。何を全部私のせいだというの。私は思い切りはいないので。兄はあんたがね、自分の居場所を違う。銀座は人の腹を打つ鏡。誰も伺えない。バカ！あんたみたいなのを銀座では大バカ者って言うのよ。真実は多分一つ。私たちはいつだって錦糸町で待ってるわ。でも関わることまたにしないものいかに悲しみでも受け止めましょう。恥ずかしい誰のためでもないわ。あなたのためだけに生きなさい。